皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。12月6日に生放送された72新しい別の窓33番組のラストでは、今年最後の放送ということで2020年を振り返ります。香取慎吾さんが、今年は大変な1年だったけど、放送自体が止まるということがなかったのは僕らとしてはありがたいことだったね、と語ると、草薙剛さんも森くんも一番になってくれて、72としても負けてないんじゃないでしょうか、とコメント。続いて稲垣吾郎さんも、いい締めくくりをしたいですよね。僕も舞台が始まるので皆さんにお会いできるのを楽しみにしています、と語ります。そして次は1月1日だね、と話しているところに、みちょぱさんとキャインの2人がバースデーケーキを運びながら登場。12月8日に47歳の誕生日を迎える稲垣さんを、一足お先のお祝いをしながら2020年最後の放送が締めくくられました。そして迎えたお誕生日12月8日、稲垣吾郎さんは月曜&火曜のレギュラーパーソナリティを務めている東京 FM の音楽&トーク番組ザトラットに生出演。この日は福山雅治さんが6年8ヶ月ぶりに出したニューアルバム「アキラ」のリリース日とあって、東京 FM の8つの番組が福山さんとコラボ。稲垣さんは1995年リリースの「ハロー」からこの日の番組をスタートさせ、福山さんがパーソナリティを務める深夜のラジオ番組にかつて出演したことがあると明かします。その時はちょびっと下ネタになったりとかして面白かったと、男2人でわちゃわちゃと盛り上がったと言いますが、共演はその番組のみで一度きりなんだとか。またいつかお会いしたいですね、と再会を願っていました。そして番組の終盤には福山さんからのメッセージ。福山さんはこの日リリースされたニューアルバム「アキラ」についてや、尊敬するジョン・レノンが銃撃に倒れて40歳で命を落としてからこの日が40年目の命日であることや、ジョンへの思いも語った後で、おもむろに「稲垣さん」と呼びかけます。本日お誕生日だということで、おめでとうございます。50代にはまだしばらくだと思いますけれども、50代もいいもんですよ、と笑い声を立て、思ったよりすぐやってきますし、なんか自分で字面で見ると51ってなると結構お年だなと思うんですけど、でもいざなってみると全然なんか元気だなっていう感じで、60までの10年間この感じで走れそうだなっていう風に思えるんじゃないですかね。稲垣店長もお若いので、と福山さん、ぜひとも今度番組にお招きいただければと思っております。本日はおめでとうございます、とサプライズでメッセージを送ってくれました。突然のメッセージに稲垣さんは驚いたようで、ありがとうございます、と応じると、いや嬉しいな、いやいやこれ今僕にサプライズだったじゃないですか、いやいや嬉しいですね、と楽しそうに語ります。3年後に迫った50代への思いを巡らし、すごい心強いですね、福山さんにこう言っていただけると、と喜んでいました。そしてさらに8日夜になって、香取さんがインスタグラムを更新。稲垣さんの誕生日を祝福し、草薙さんのギター演奏に合わせてハッピーバースデートゥーユーを歌う動画を公開します。動画で2人はソーシャルディスタンスを保ちつつ、草薙さんのギターに合わせて息ぴったりの美しいハーモニーで歌った後、おめでとう、ハッピーバースデー稲垣吾郎、おめでとう、良い1年を、と呼びかけていました。この投稿は20時間で27万回以上再生される反響で、ううう泣くやつだ、ゴロさんおめでとうです、ゴロちゃん幸せだね、新つよからゴロちゃんへのバースデーソング素敵。やっぱり新しい地図の3人は仲良し、こよし、生歌とギター演奏でお祝いって素敵です。3人の愛を感じる素敵の極み。
新強ハーモニーが最高、素敵なプレゼント動画。なんか涙出た、やっぱり最高仲間。二人のお祝いに涙出てくる。などなど、三人の固い絆に歓喜のコメントが多く寄せられていました。ここからは、ネットの声をご紹介します。スマップ時代、福山くんとの共演がなかなかなかった記憶。五郎さんと福山くんの共演、見たいわ。ぜひぜひ、実現。今垣さんと福山さん、性格はもちろん違うだろうけど、顔の系統がなんか似てるような。二人とも、素敵な年の取り方してるし、二人とも色気があり、いい男。かっこいいですね。福山さんも素敵だけど、今垣さんも素敵。二人とも、綺麗なおじさんになって、綺麗なおじいちゃんになりそう。福山雅治と稲垣吾郎は、二人とも落ち着いた大人の男性だし、フィーリングが合うのかもね。それにしても、二人とも、綺麗に年を重ねたね。稲垣吾郎さん、47歳になられたのですか。お若いですね。20年くらい前に、二度、吾郎さんをお見かけしましたが、あの時とあまり変わらないですね。スマップの5人の中で一番お若い。学生だった私にニコッと笑ってくれた五郎さん、いつまでもかっこいいです。意外にも、福山さんはスマスマに出なかったんだね。あの時代は、キムタクと抱かれたい男で話題になる2大俳優だったから、戦略的なものかな。時間は過ぎて、こうして優しい言葉をくれるのは嬉しいね。先輩目線で寄り添った言葉の福山さんも、素直に喜ぶ五郎さんも素敵でした。五郎さん、お誕生日おめでとうございます。今年も多方面への活躍を嬉しく拝見させていただきました。特に、インテリ五郎の対談や、NHK 教養番組の MC、ベートーベンの番組のナビゲーターなど、穏やかなトーク力にいつも感心しています。五郎さんの存在は尊いです。くれぐれも体に気をつけてお過ごしください。五郎さん、お誕生日おめでとうございます。五郎さんも福山さんも声も素敵ですよね。番組出演お待ちしています。ほんと、素直なストレートな反応でニコニコしてしまいました。悲しいことや怒りは大げさにせず、楽しいことや嬉しいことをそのまま表すことができることが素敵だな。スマップと福山は、M ステでの共演は過去にあるけど、スマスマでの共演は、ずっと、待ってたけど、結局叶わなかった。スマスマのコントで、ガリレオのパロディしてて面白かった。五郎ちゃんと、福山ちょっと似てる。一足早いお祝いで、72のケーキも素敵でしたね。五郎さんも慎吾ちゃんも剛くんも良い年の取り方をされてて、若い頃からさらに魅力的です。特に五郎さんはこんな綺麗な男性ってなかなかいない。これからも素敵な時を重ねてくださいね。応援してます。五郎さんおめでとうございます。いい年の取り方してますね。ますます素敵にこれからも頑張ってください。二人の気持ちに泣けた。知らなかったので、早速インスタ見ました。しんごちゃん素敵な動画をありがとうございます。つよしくんのギター。五郎さん、良い年になりますように。大変な時代に、希望と愛をくれる三人を、応援できるのが何より嬉しい。そのためにも生き延びたい。いつかまた会える日を夢見てます。稲垣さん嬉しいでしょうね。3人はいろいろあったけど、仲が良くていいなと思います。これからもいろいろと活躍してほしいです。香取慎吾さんはアート感。草薙剛さんは演技力。稲垣吾郎さんはクール。木村拓哉さんはスター。中居正広さんは視界力。いろいろあるけど、トータルスマップは再結成すれば、コロナ禍なんて吹き飛ばすわ。この3人何かいいよね。五郎と剛は俳優としてトップクラス。慎吾は
アートやプロデュースなどの才能。お互いが深い絆でつながれており、また良きライバルでもある。解散してからは、3人ともすごく応援したくなりましたね。五郎さん、誕生日おめでとうございます。元から繊細な性格で独自の観察眼を持ち、勉強熱心なことが今の活躍につながっていると思います。スマップでは習慣管理職みたいな役割で、森くんの連絡先を唯一知っていたのも人柄に信頼があるからでしょう。これからもさらなる活躍を期待しています。それぞれが得意分野で活躍の場を広げておられて素晴らしいです。きっとジャニーズ事務所にいたら今の輝きはないと思います。これからも応援します。いろいろあって3人で過去にないくらいたくさん話をして、前を向いて今の関係性になったのかな。すごく深い絆でお互いに信頼し合ってる感じがする。木村さんもピンク尽くしで五郎さんのお誕生日をお祝いしていました。草薙さん、香取さんのお誕生日の前の日も木村さんはメンバーカラーを身につけてハピバのメッセージを送っています。5人は間違いなくつながっている。ラジオ収録中に嬉しいサプライズ投稿だったね。絆って大事だね。スマップ魂はこれからも進化し続けながら続いていくだろう。五郎さんはジャニーズを辞めないと思っていましたが、辞めて正解でしたね。そのままジャニーズにいたら飼い殺しだったかもと思います。良い仲間に恵まれて良い年を過ごしてください。ネットの声は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。